ちゃん。ちなみに俺はアマちゃんの全裸の写真を持ってます。あ、いいね、うん、それでやろうぜ。アマちゃんがなんか知らないけど俺の目の前で着替え始めて嘘でしょ。なんで撮ってる。いやだって目の前で着替え始めたから、いやこれ撮っとくかと思って撮っといて。なんかあった時のためにいやなんかなんもないけど、あの目の前でいきなりなんか着替え始めたからと思って。あ、アマちゃんと、うん、とね、アンクさんも持ってるかな、あの COF のツアーかなんかの時だったから、若かりしアマちゃんの全裸の写真を。アンクさん全裸なりがちだからね。アンクさんはなんかね、もう自分から全裸になってく人だからな。そうだね、あんまり驚かないわ、アンクさん。アマツキはまあ割とレアだね。レアですね基本。まあ、でも一緒に温泉とかはね結構行ってたし、まあまあ。でもアマツキがもし何かあって失踪とかしてもさ、うん、その全身の写真使ってこう全身のクローン作れるね。全身の写真あれば、全裸の写真あればね。でもアマちゃんが失踪してもアマちゃんに、うん、あの全裸の写真放送とかに出すよって言ったら戻ってくるよ。確かにそれはそうだわ。もうそれはやめてって連絡返さなかったらこの写真 SNS に載せるね、あげるよって。何をどうなっつって書いてくる。訴えられないからな、失踪したらな。そうだね、訴えようがないからね。うん、だから失踪するもんじゃないよ、ほんと。逃げられると思うな。